ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は私は僕は私は私はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。私はこのバスに乗って商談のためにある企業へ向かっている途中です。次ではなきゃ。地震？強い揺れって？大きな揺れだぞ。私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は人と助け合ってお互いが生き延びようとするはずだ。名前は言えるか？とにかく早く
早くバスから離れろ。こんなのめったに取れないからな。スタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。周りの状況に注意して。放送してまいります。今後大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている私は一体何をしてるんでしょうか。仕事に戻らなくていいんですか。仕事ですか。私こんな格好でビジネス街にいますが、無職なんですよ。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。
次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て、私は気の毒だわ。もう一度頑張ってほしいな。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。以上倒れない。どうしよう。うちの生徒たち、どこに行ったの？このままじゃ、私、学校に戻れない。あの、すみません。この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？青いベスト？どこかで見たことがある気が。本当ですか？私、この近くにある翡翠学院高校の教師で、比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。こんな時に人探しなんてしてられないわ。他を当たって。すみません。失礼しました。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんが、お願いします。エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちに何か用？あなたたち、翡翠学院の学生ね。学校はどうしたの？何？気味悪い。どうして私たちの学校知ってんのよ。きっと比嘉先生じゃないかしら。私たちを心配して探しに来ていらっしゃるんだわ。新人の比嘉ですね。さすがエリさん、きっとそうですよ。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのか分からなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。
いろいろ大変だけど、お互い頑張りましょう。そうですね、頑張ります。さっき見つけたのは2人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。どうしよう。ごめんなさい、私に何か用ですか？翡翠学院高校の生徒でしょ。先生が探していたよ。え？先生が？山内さん！先生、これからどうしますか？学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか？本当だ！あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね。服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかもわからないし。そういうことなら、ヒロコ、最初に行って見てきてよ。秀美さん、それは。何言ってるの？そんな。わかりました。ダメよ。それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだ。ほら、ここはやっぱり教師である比嘉さんが見本を見せるべきだと思いますが。そうですよね。先生、危ないですよ。そうね、私たち翡翠学院の人たちはそんな荒々しいことできないわね。そうですね、私たち上品な校風ですからね。